はい、おはようございます。今日は木津井稲荷古墳に行っとるんですけどね、なんせね駐車場がないんで大変でございます。これは研修車庫やな、近鉄の研修車庫の横ですよ。どれぐらいかかるかね、歩いて。何？あ、7分もかかるな。左方向です。左方向、はい。これが JR 和歌山線かね。ああ、こんな絵画が撮ってるのかね、知らんね。はい、車でよく通ってるんやけどね、こんな時間かかるかね。ちょっともたもたしてるともう 7分8分かかってるけど。まあ車が横通ってるから怖いね。これ合ってんのかね。合ってますか。ここ道路やったん、これ。ここだけ広いけど。あ、自宅やな。これは自宅の庭でございましたか。この辺きれいになったね。道が広くなったんかな。そうでもないか。こっちからまっすぐ進んでここ出てくるんだな。ああ、ここね、この辺ちゃうの。あら、綺麗な石垣が。まだ咲くかね。暗いからね、大変なんですよ、ここ。あ、二条山か。あれ、この辺見ちゃったけどね、これかな。これ左行ってみるか。それらしきものが見当たらないけどね。キョロ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 、わかんない。ということはすぐ横なわけやね。どこなんですか。170m になってるんだけど、はい、この道でございました、歩いたのは。はい、いや、上に上がれないね、あれ見たらね。上に上がれない。ちょっとね、見る暇ないね。古墳見らなきゃからね。右方向です。右方向、ここ神社やで。神社右回ってもしゃあないやろ。ちょっと待てや。これはさっきの道やんで、一周くると回るようなことやね。あの道の道の間、もうこれまっすぐ行きゃ169号出るんやね。168号やったね。ここに止めたらよかったね。そこ広いところあるからね。残念やったね、あんな止めんと。お、車来た。ここか。あるとこないかね。
すぐ横やね、横200m ぐらいやね。きつい城山古墳の200m手前でございました。残念でございました。もうそうやろうけどね、わからんな。何にも見ることできないんか。まあそれでもこの狭い道を車がよく通りますわ。これそうですか。全然入られんがね、これ入ったらあかんってなってるね。あ、昔入れたんやな、これ。これ目的地に到着しました。ここやわ。お疲れ様です。はい、お疲れ様でしたけど入られませんわ。鍵かかってんの、これ。鍵かかってんね。入れたんやな、昔は。これあら、入れませんか。これが 100m 未満ぐらいの前方後円墳やけど、どうやって形、形状わかんの、これ。わからへんな。残念やね、これ。せっかく見に来たのに。ということは、あそこの道もあったんだ、いいにな。どうしよう。回ったけど何も見えなかったね。何にも見えなかったから、どうしよう。入り道もなかったやろ。あ、これ二条さんかね。これ入れたらよかったのにね、まだ入られへんかな。入れまへんか。なんかあの、あそこ火あんのかね。ないね。前は入れたんだな、これがね。今入りませんわ。鍵かかってます。水が入ってます。今日まんまんと入ってます水。はい、これきつい城山古墳でございます。全長が 150m、 高さがもうねほとんどないね。 10m 未満。もともとね、こうお城が建てたみたいやからね、そんなことでこんなことになってます。一応形は残ってるんやけどね。さあどうでしょう、天皇陵でしょうかね。これ石棺の蓋とかなんとかはね、ちょっと近くにあるんやけどね。あと博物館のところもあったかな、図書館やったから。あんなところにもね。いやー、形わからんね、これ。さっき一周回ったんだけどね、全然わからなかったね、形は。そうですけどね、南側にはこれはなんかね、神社やね。神社さん、ちょっと入らせてもらう。よし、こんにちは。はい、お兄さんよ、ちょっと裏をちょっと取らせてもらうといいかな、そこから。はい、どうぞどうぞ。すまへん、なんか大きな古墳があるんだけどね、見られへんで困ってますね。あれ、見られへんのかね。いや、あの見に出たらな、日まで。ここからちょっと見せてもらおうか。はい。あら、墳丘見えるけどね。あそこ墳丘でございます。入れませんからね。今神社さんからちょっとお願いして入ったんだけどね。ね、前は入れたんだろうけどね。はい、あの上が墳丘。さっぱりわかりませんね、形はね。はい、すんまへん。見ることできなかったね。もうこんな時間かね。わあ、100m も離れてないぞ、おそらく。これももう行けそうもないもんな、もう雰囲気からして。そこで止まってるもんね。はい、残念。はい、ありがとうございました。きつい稲荷古墳でございました。ずいぶん長いこと歩いたけどね、ほんまに見ることできなかったね、ちょろっとしかね。